皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご覧いただき。 ありがとうございます。それでは今回は、キャラ政治師の妻の元と開始事件について、文春法ですごい内容が来ましたので、今回はこちらの情報を紹介いたします。それでは、まずはこちら、産経新聞の記事です。キャラ政治の妻にまつわる事件について、マスコミは一切報道していません。そこで新たな文春法が出ましたので、概要を紹介していきます。その前に、 なんと、晴らし側はですね、報道巡り救済申し立て。 木原氏妻側の弁護士と平成18年に東京都文京区の自宅で男性が死亡した事案について警視庁が木原誠治官房副長官の妻から事情を聞いていたとする週刊文春の報道をめぐり妻とされた人物の代理人弁護士が日本弁護士連合会に一連の報道について人権救済の申し立てを行ったことが25日分かりました申し立ては21日付ですと面白いことしますよね まず妻とされた人物、つ、何なんでしょうかね、これは。つまりですね、この妻とされた人物が、週刊文春の報道で、 人権侵害に合っているので人権救済の申し立てを行ったとは、もうちょっと意味がわかりませんよね。何か左翼的ですよね。ちなみにこの弁護士がですね、福島みず尾の旦那さんの弁護士、つまり左翼弁護士ではとそういう噂も流れましたが、それは嘘でした。そういう噂も流して拡乱しているのではとも言われています。そこで木原氏は代理人弁護士を通じ、週刊文春の私と私の家族に関連した 記事は事実無根だとそういうコメントを出していますがそれをも覆す内容を文春は出してきましたもはや事実無根とは言えないでしょうそしてこちら週刊文春のツイート 岸田派幹部は周囲にこう漏らしたと。刑事告訴なんて無理だろう。刑事告訴したらそれをきっかけに各社に報道されてしまう。もしキャラが刑事告訴するのであれば、官房副長官の辞任がセット。それが岸田会長のためだと。つまり今ですね。 報道陣はですね、刑事告訴されると、それで報道していませんが、もし刑事告訴するのであれば、官房副長官という行政を動かす立場にいますので、辞任がセットですよと。しかしそれでもマスコミは報道しません。どうしてなんでしょうかね。そこでこちら、文春オンライン。お前なんていつでも首飛ばせるぞ。自宅に向かうと木原副長官は怒鳴り、 妻の元と開始事件。専用捜査一課伝説の取り調べ官が実名告発と。もうですね。取り調べを行った警察官。 しかも伝説の取り調べ官が実名告発を行いましたので、事実無根とはもう言えないでしょう。キャラ氏は国会議員であるなら、有権者から疑念を向けられているので、キャラ社は弁護士を通じてこそこそするのではなく、正々堂々と記者会見すればいいんですよ。それをせずに事実無根と言って、有権者に対して説明責任を果たしていない、もう政府にいるべき人間ではありませんよ。なので岸田政権 の支持率が落ちるんですよもう正々堂々と記者会見をやってくださいそれすらしないからおかしく見えるんですよねそれは皆さんそう思われていると思いますそれでは文春の内容を見ていきましょうそして補足として私は後ほど概要も紹介していきます週刊文春が3週にわたって報じてきた木原誠二官房副長官の妻の夫の開始事件 2018年の再捜査開始にあたり、重要参考人である X 子さん。この X 子さんは木原誠一氏の妻です。その X 子さんの取り調べのために投入された伝説の取り調べ官がいたと。警視庁捜査第1課、殺人犯捜査第1係通称殺人に所属していた佐藤誠警部補、当時だと。この佐藤氏が初めて実名で登場していきます。 これ見てください。警視庁捜査一課、殺人犯捜査第一係と、つまり殺人事件なんですよ。自殺であれば出てきません。 殺人犯だからこの通称殺意地が出てくると自殺ではありません。そこで今回佐藤氏が少々再三の取材依頼に応じ5日間計18時間にわたって実名で全てを語ったとこれが非常に重大な発言ばかりでした。後ほど概要を紹介します。そこでなぜ佐藤氏が実名で出たのかというと警察庁長官のコメントは頭に来たとそして志半ばで中断させられたと昨年 結晶を退職した佐藤氏。 取材に応じる契機となったのは、7月13日の通期安井路警察庁長官の定例記者会見の発言だった。少子がこれまで報じてきた安田種夫さんの不審死について通期氏は、証拠上事件性が認められないと警視庁が明らかにしていると述べたと、事件性が認められないと、つまり自殺ですよと、しかし自殺であればですね、この警視庁捜査一課殺人犯捜査第一係、殺意地は 動かないんですよ。しかし実際は動いていました。その存在が佐藤氏です。そこで佐藤氏は憤き通ったと。警察庁長官のコメントは頭に来た。何が事件性はないだ。ちなみにこちらがつゆき長官です。あの発言は真面目に仕事をしてきた俺たちを馬鹿にしてるよな。当時から我々は星を上げるために全力で捜査に当たってきた。ところが志半ばで中断させられたんだよと。なのでつゆき長官の発言 発言は矛盾をしています。もし事件性がなければ、殺意地が動くことはありませんでした。そこでこの発言によって佐藤氏が出てきたということになります。もしこの通貴長官の発言がなければ、佐藤氏が表に出ることはありませんでした。つまり隠蔽をしようとしたので、墓穴を掘ったということになります。ただですね、一方で佐藤氏の発言は一人の発言ですので、まあ個人的には全て正しいとは思いますが、 それは全て正しいとは言い切れることはできません。それは皆さん頭に入れながら聞かないといけません。 もっと佐藤氏のように実名告白する意図が出てくれば、どんどん信憑性は増していくということになりますが、現在は一人の発言だけですので、まだまだということになるでしょう。しかし個人的には信憑性があると思っています。あくまでも一般論の話をしています。そこで佐藤氏が警視庁本部二階の取調室で、キャラ氏の妻となっていたエックスコさんと初めて向き合ったのは2018年10月の上旬のこと、再捜査になって初めて 初めて佐藤氏が出てきたということになります。そこで当初、X 子さんは無言を貫いていたという、佐藤氏、X 子さんよ、呼ばれた理由くらいわかるよな。しかし、X 子さんは無言を貫いたと。X 子さんは連日、警視庁本部と自宅を往復、まるで武装するかのように完璧にメイクを施し、 香水の香りを振りまいたと。そこで佐藤氏。取り調べでは癖を見抜くために、釜をかけることもある。X コはわかりやすくて素直な子だったと。そんな中、X コさんは DNA 採取のための採尿や採血を拒否。これが怪しいですよね。何もなければ拒否はしません。 どうしてなのかは後ほど説明します。そこで佐藤氏はやむを得ず身体検査令状を取ってエクスコさんの自宅へ向かった。だが待ち合わせ時間に認識の相違があり、佐藤氏は予定時刻を30分ほど過ぎて木原家に到着。すると待ち構えていた木原氏が土圧点をつく勢いで向かってきたと。 時間ぐらい守れよ。お前なんていつでも首飛ばせるぞと、めちゃくちゃ怒ってますよね。しかし、いつでも首を飛ばせると、これはちょっとひどいですよね。しかし、これは佐藤氏の主張です。本当かどうかはわかりません。ただですね、ここには載っていませんが、 これと同じ発言をですね、物証として映像が残っているそうです。違う場面でも木原氏は首を飛ばせると、そういうふうに言ってる映像が残っているそうです。なのでこれを言ったというのは信憑性があります。そして、X 子さんの取り調べが佳境を迎えた矢先にストップしたと、木原氏は X 子さんの取り調べにも注文をつけていたと、ちなみに猫組長は以前に、 キャラ一氏には力はないと、むしろ上の人間が何かやったのではと、そういう論調でしたが、どうもそうではありませんでした。今回はですね、木原誠一氏が裏で動いたり、直接警察に圧力をかけていたというのが佐藤氏の主張でよくわかります。そこで佐藤氏が、キャラ氏は国会の招集日までに取り調べを終わらせろと、捜査幹部に話していたと聞いている。国会が始まれば妻の取り調べの間、子供の面倒を見る人間が、 いいいないとというわけだとそういうういいい圧力もかけていたのではということこになりますそしてその臨時国会の開会が10月24日、だが12月には閉会を迎える。そのため佐藤氏は国会が終わったら取り調べ再開だろうと高をくくっていたと。だが国会開会直前の10月下旬、佐藤氏は上司である沢田達夫管理官当時にこう告げられたという明日で全て終わりだと。このですね、 上司の発言も、文春は裏取りをされていました。そこで佐藤氏が語気を強める、X コの取り調べが過境を迎え、今から証拠を探そうという矢先にストップした、捜査一課で100件近くも調べをやってきたけど、これだけ流れができていたのに調べが取りやめになるなんて経験したことがない、悔しくて頭に来たよなと、その悔しさがずっと残っていたので、通ゆ長官の発言を聞いて、実名告白したという 流れになります。そして佐藤氏は一つの決断を胸に、X 子さんの最後の取り調べに臨んだと、そこで最後の取り調べで、X 子さんは何を語ったのか、7月26日水曜日12時に配信される週刊文春電子マン及び7月27日木曜日発売の週刊文春では、取り調べ室での X 子さんとの会話に加え、捜査期間中に木原氏が X 子さんに語りかけた衝撃的な内容を記録した映像 の存在これはですね、タクシーのドライブレコーダーです。つまりタクシーの中で会話した映像と音声が残っていると、これが動かぬ証拠となります。そして、田代さんの不審死の事件性について当時の捜査一課長が正しに語った内容、木原氏に捜査協力を促した自民党の大物政治家の実名など、13ページにわたって木原事件を重宝していると、そこでですね、こちら、週刊文書の電子版、電子版がですね、 一ヶ月三百円なんですよ。初回登録のみ初月三百円税込み。二ヶ月目以降は2200円税込みで自動更新と。ということで私も登録してみました。初月が三百円ですので、文春は週一回更新します。ということはおそらく五回分あると。それが三百円です。しかも以前の記事も見ることができます。今回は八回目ですが、もう一回目から全部見ることができますので、皆さんもよかったら 登録してみててみください。こちらのページは説明欄にリンクを貼っておきます。ということで、こちら、電子会員限定で、本日7月27日木曜日19時半から緊急開催イベント、木原誠二官房副長官の妻の元夫開始事件、これまでに分かった全てのことを、週刊文春取材班が徹底解説と、今日このイベントがあります。オンライン配信、ズームであります。ただしですね、 員500名です今から間に合うかどうかわかりませんが、会員になるとこれが見れます。7月27日19時半から20時30分まで。ということで会員になるとこういうのもあります。そしてこちら。 文春オンラインの公式 YouTube ページです。なんと佐藤誠氏が明日7月28日金曜日13時から記者会見を行いますよと、これのライブ安心があります。まあこれは誰でも見れますので、こちらのページのリンク先を説明欄に貼っておきます。ついに佐藤誠氏が記者会見を行うと、顔は出せないらしいですが、これでマスコミはまだだんまりするのかと、非常に注目の記者会見ということになります。 ということで、今回は、 キャラ事件の8回目、概要のみお伝えします。こちらですね。キ原ラ事件の概要を文字起こししました。ちなみに、キアラ事件と言いますが、キ原ラ氏は事件に関わっていません。関わっていたのはキ原ラ氏の妻です。しかしその妻と警察がやり取りをしていて、そこにキ原ラ氏が絡んで、今回は貢献力を使ったのであと、そこまで踏み込んでいます。で、先ほど紹介した通り、殺意佐藤誠氏が今回実名で出てきました。 そこで文春が7月上旬、佐藤氏へ取材申し込みするも拒否。そして7月13日、通ゆ長官が証拠上事件性が認められないと警視庁が明らかにしていると、そのコメントを発したので、佐藤氏は警察庁長官のコメントは頭に来たと。 志半ばで中断させられたと。そこで悔しい思いをした後輩のためにも腹はくくった。俺が知っていることを全部話すよと。そして現役の奴らが並々ならぬ覚悟で文春に証言しているのがよくわかるよと。俺は去年退職して第一線を知りいた。失うものなんてない。超公務員法に引っかかる可能性がある。しかしそれよりも通すべき筋があると。ということで、 この地方公民法、守秘義務があるんですよ。しかしそれでも、現役の奴らのために、悔しい思いをしている後輩のために腹をくぐったと、そういうふうに言われています。そこで佐藤氏は、7月上旬は断っているんですよ。しかし7月13日の通ゆ長官の発言を聞いて、そこで考えが変わったと。 ということは、文春のネタはもう尽きていたんですよ。佐藤氏がこの7月13日以降に考えを変えたので、それで文春は助かったと、そういうことになるんでしょうね。そこで佐藤氏は、伝説の落とし屋と言われていたそうです。そして佐藤氏は、事件性の判断すらできないのかと、はっきり言うがこれは殺人事件だよと、なので自殺ではありませんと、追記長官は嘘をついていますよと、はっきりと言われています。 ちなみに文春はつ木長官にも取材をしています。で、どう答えたのかも載っていました。で、伝説の落とし屋ですので、木原誠二氏の妻、つまり現役国会議員で自民党の要職についていた木原誠二氏がいるので、その妻を担当するのは佐藤さんしかいないという結論になったと、そういう流れがあります。 ちなみにこの事件というのは、自殺にしてはナイフへの血の付き方がおかしいと、警視庁大塚省の女性刑事が、約12年前の事件の捜査中に目を止めたのが再捜査に繋がったと、そういうことになりますが、このナイフについても今回出ていました。そして一家4人はエクスコさんの父、警察官なんですよね。その父が所有する一軒家で暮らし始めたと。しかしよく考えるとですね、 父が警察官ですから、事件を起こしたならば、警察官である父親に相談しませんかと、普通はそう思いますよね。さらにこの父親が所有する一軒家で事件が起こりましたので、血の海になっていましたから、 当然父親に言わないといけませんよね。そしてこの父親と見られる人が後ほど出てきます。もう小説みたいな展開になります。そこで夫婦の趣味であるフリーマーケットを通じて知り合ったのが Y 氏です。キアラの妻エクスコサ X 子さんがこの Y 氏と不倫関係になってしまったと。ちなみに Y 氏は覚醒剤で捕まっています。その Y 氏を元に走った X 子さんは、幼い子供二人を連れ、遠い子を繰り返すようになったと、もう一ヶ月は帰ってこない時もあったそうです。そこで種吉が、X 子が Y の家に荷物を置いているので、荷物と X 子と子供、それらを取り戻しに行くと、 タネオ氏がお父さんに語っていました。そこでタネオ氏は、実家にあるハイエース、お父さんのハイエースを借りて取り戻しに行きました。そこで修羅場を演じた末、タネオさんは最初を奪還しました。そこで家に帰って、その命のに死んでしまったということになります。で、たまたま目覚めた父がハイエースを返してもらうため、息子の一軒家に足を踏み入れると、血の海だったと。そこで佐藤氏は、ようやく奪還して、 可愛い子供を抱いて家に戻った奴が自殺する動機なんてないんだろうと。そして与党政治家が絡む案件である以上、生半可の捜査は許されない。不大定の決意で精鋭揃いの殺意地を投入するしか事件解決の道はないと。殺意地を投入したということは、自殺ではないんですよ。そういう事実があるのに、通ゆ長官は事件性がないと言って、木原政治氏は事実無根と言っていると。それが佐藤氏を動かしたということになり そこでキーマンとして浮上したのは、かつて X 子さんと親密さん関係だった Y 氏だったと、つまり不倫相手です。そこで Y 氏は、 覚醒剤で宮崎刑務所に収監されていたが、捜査員らは約30回の面会を繰り返し、20回目で次のような供述を得たと、事件当日の夜中、X 子から、田尾君が刺せと言ったので刺しだったと電話があったと、これだけを見ると、X 子さんが犯人だと見えますが、実はそうではなかったかもしれないと、それが後ほど出てきます。そこで Y 氏は深夜12時前後、 N システムなどにより自宅に行ったことが裏付けられています。死亡推定時刻は9日夜10時頃。Y 氏が実行犯であれば時間が合わないと。なので Y 氏は実行犯ではないということになります。そして驚きだったのが、Y 氏が言うには、X 子の背中には血が飛び散っていたと。 つまり X 子が実行犯であれば、血がつくのは背中ではないですよね。つまり背を向けていたということになります。そこでですね、X 子は Y 氏が来たので隠蔽工作をしようとしたら、突如玄関から大きな物音がしたと。それがハイエースを返してもらおうと自宅に来た種オ氏のお父さんになったと。 そこで X 光さんたちは隠れたそうです。どこに隠れたと書いてありました。で、そこでですね、お父さんが見つけて110番通行しようとしたんですが、住所がわからなくて家を出て、 住所表示がある電子柱を探したと。そこで通報して民家に戻る途中、明らかに変な歩き方をした男とすれ違ったと。さらに家に戻ると、靴の数が減っているような気がしたと。もう子供の靴やら散乱していたようで、そこで戻ってきたら、靴の数が減っていることに気づいたと。まあ靴が散乱していたので逆に気づいたんでしょうね。そして Y 氏の供述を軸に捜査を進み、ついに X 子さんの任意同向を求めた それが木原氏と結婚した後 当時東京都東村山市にある築13年の分譲マンションだったと。で、その任道行と同じ日に、東海地方にある X 子さんの実家と、豊島区南大塚にある別宅にも家宅捜索を行っていると、家宅捜索は同時に行ったということになります。そこで東村山市の自宅に行って、殺人容疑の捜査だと伝えると木原氏が立ち上がって、今日は勘弁してくれ、後から連絡すると任道行を拒否したと。 そこで佐藤氏が言うには、東村山にガサ。 家宅捜索を行わなかった理由は、キャラ氏の存在が大きいだろうなと、相手は現役国会議員、ましてや自民党情報調査局長に就任した実力者だと、捜査のハードルが上がるのは当たり前だと、そうコメントされていました。そこで家宅捜索の事実を知り、キャラ氏に X こと別れると進めたのは、二階敏郎幹事長だったと。で、ここでですね、以前は、二階敏郎氏が警察に圧力をかけたのではと、 そう思われていましたが、そうではありませんでした。二回しはなんと、警察の取り調べにはちゃんと素直に応じろと言ったと。で、その翌日から聴取がスムーズになったそうです。意外でしたよね。 それについて文春は2回しに取材をしています。それも文春に載っています。で、気になりましたのが、2018年10月9日、東村山市を木原宅に任意同行した同じ日に、木原市が自民党情報調査局長に就任していたと、同じ日に就任したんですよ。これがおかしいんですよね。 この自民党の情報調査局というのは何をしているのか業務内容は明らかにされていません。しかしおそらく名前から察するに、 当側の情報機関ではないのかと思われます。それがですね、任意同行を求められた日と同じ日に就任したと、非常におかしいと思いますよね。うがった見方をすると、警察の任意同行が来たので、警察の情報を取りたいと、なので局長に就任したのであと、そう思われても仕方ないということになるでしょう。そして驚きなのが、事件が発覚した日の夜、X こと Y 氏が居酒屋に行って、杯をか 交わしていたとそこで X コはカメラ目線でピースをしていたとすごいですよねそしてこの居酒屋にも文春は取材をして確かにいたことを確認していますそこで先ほど紹介した通り X コア歳入は採決ポリグラフ 嘘発見器も拒否しています。なのでその翌日佐藤氏は身体検査令状を取って自宅に行ったと。しかし待ち合わせ時間に相違があって、佐藤氏は30分ほど遅れて行ったと。そこで木原氏が怒って、時間ぐらい守れよ。お前なんていつでも首飛ばせるぞと。 つまり権力でお前を潰すぞと、そう脅したということになります。で、木原氏自身も捜査員と複数回面会をしていると、そこで愚痴ったのが、2006年当時に捜査していたら結婚もしなかったし、子供もいませんでしたよ。どうしてその時にやってくれなかったんですかと、そう愚痴っていたそうです。そして木原氏が事件に深く関与し、政治的権力を行使していた疑いを突きつける物証が存在すると、それはタクシーです。 エックスコさんは取り調べを終えると警視庁本部からタクシーに乗り帰宅その際木原氏と落ち合い車内で言葉を交わすことがあったと。そこで捜査員は車内のドライブレコーダーを回収し分析をしたと。 で、詳しくは割愛しますが、俺が手を回しておいたから、これは絶対言っちゃダメだぞと、もっと他にも言っていましたので、それは文春をご覧ください。で、佐藤氏はそれを見て、もう X コア絶対に喋らないと思ったと、調べにこれ言っちゃダメだぞって、 裏に手を回されたら終わりかなと、そう思われたそうです。まあ、そりゃそうですよね。なので X 子は、全く悪をしなかったと、これはですね、木嵐が言っちゃダメだぞと、そう言ったからということになるでしょう。しかもですよ、これはタクシーのドラレコで、映像と音声が残っていると、つまり動かぬ証拠が残っているということになります。そしてナイフにはなんと両面テープがついていたと、つまりですね、触ると、触るとちゃ するとこれはですね佐藤氏曰く第三者に指紋をつけさせることを考えていたのではとこれを考えるのは X 子みたいな普通の子には無理だろうと。 そりゃそう思いますよね。そこで佐藤氏は、X 子と関係の深い第三者の犯行だという仮説を立てたと。そこで佐藤氏はもう一人の重要参考人と目するのが Z 氏だと。佐藤氏は、Z 氏について今ここで詳しく話すことはできないけど、俺は星だと思っていると。そこで Z 氏は18年10月12日にも聴取を拒否、その後捜査員が接触した形跡はないと。つまり Z 氏には捜査ができなかった。 ということになりますしかし文春の記者はコンビニに立ち寄った Z 氏を直撃したとその内容がすごいんですよで、それを一部のみ紹介します まず文春が、X 子さんに関与の疑いがかかっていると。それに対して Z 氏が、やかましいんだよ、この野郎。やってもいいんだぞ、この野郎と。これなんですが、どうして文春は、X 子さんに関与の疑いがかかっていると、こんな質問したのかなと。そして次の質問が、 事件の日現場に行かれたんじゃないですかと、そこで Z 氏が、もう覚えてないっちゅうの、現場には行ったよと、現場に行ってるということを言われています。で、さらに質問で、何のために行かれたのかと、で、Z 氏が、それはしょっちゅう見てるもんと、ちょっとおかしな回答してますよね。しょっちゅう見てるということは、家族ですかということになりますよね。事件現場というのは、この X 子さんの父親が所有している一軒家ですよ。 どうして Z 氏はしょっちゅう見に行けるのかと。で、この人はですね、60代なんですよね。つまり、X 子さんの交際相手ではないと。交際相手でない人が、しょっちゅう見に行ってると。ということは、もしかして、X 子さんのお父さんではないかと。そうなると、辻褄が合うんですよね。つまり、文春の質問は、X 子さんのお父さんに対して、X 子さんに関与の疑いがかかっていますよと。つまり、あなたの娘さんに疑い がかかっていますよとそこで z 氏が起こったとそして事件の日も現場に行ったと自分の家ですからねしかも警察官ですよお父さんが呼ばれていったとそれも考えられますよね今回の文春では z 氏について明らかになっていませんが次回以降に誰なのか出てくるのであと もしくは今日の文春のイベント、または明日の佐藤誠氏の記者会見、ここで明らかになる可能性があります。ということで、誰なのかはまだわかりません。そして木原氏はその後、赤坂議員宿舎へ転居しています。つまり、週刊誌やマスコミが立ち入ることができません。わざわざ転居したのであと、そういうふうにも見られています。そしてタクシーのドラレコ映像に残された、俺が手を回した発言が示唆する。 権力乱用の疑い。これははっきり文春は書かれています。 そして最後に、キアラ事件第2章、その幕が上がろうとしていると、まだまだ続きますよと、いや本当に文春はすごいですよね。ということで、まあですね、マスコミは全く報じませんので、今後の文春法にも期待しましょう。またこの話題がありましたら動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメント、ツイッターのフォロー、またこのチャンネルを応援してくださる方、 メンバーシップの登録もよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございましたご視聴